と準備の合間にですね、あの、今回の発表者の、あの、野口さんの話をちょっとだけするんですが、一応彼はあの、今回 SFC の1年生、学部1年生ということで、あ、まあの、まあ、そんな中でも、あの、正直、まあ、そこら辺の3、4年生とは全く引きを取らないぐらいの知識を持ってまして、で、あとちょっと特別すべきは、あの、彼は高校まではあの、西海岸の方に住んでまして、今回あの、アメリカが日本に大学に入ってから来たという、えー、 ことです。なので、あの、ところどころちょっとどうしても、まあ日本語が少し拙い部分っていうのがあるかもしれませんが、あの、質問の際にその難しい言葉でその煙に巻いてちょっと困らせるとかそういうことは、あの、勘弁していた,いただければと思います。はい、ただ、まあ発表自体はあの、大変いいものなのでぜひお楽しみください。で、あと、えっ、ー、と、資料はあの、もうすでにコンパスの、えっ、ー、と、その概要のページにですね、あの URL を載っけてありますので合わせて、 あの資料の方をご覧になりながらあの発表を聞いていただければと思います。じゃあ、準備できましたかね。 発表の方を始めたいと思います。お願いします。では、えー、本日、言語と画像の表現学習、えー、というテーマの講演を始めたいと思います。よろしくお願いします。で、今はまあ、ちょっと紹介してもらったんですけど、えー、慶応義塾大学環境情報学部の1年の、えー、野口幸と申します。 僕は幼い頃から、まあ、とにかく物を作るのが好きだったので、小学校の頃、建築に興味があり、中高生の頃はゲームプログラミングを趣味として、高3の時に SF 小説とか読んで、汎用人工知能に興味を持ちました。で、現在、まあ、データセクションっていう会社で週1回、 インターンさせてもらったり、えー、まあこの講演を任されたりして、いろいろ経験したいなっていう感じです。えー、では、まずこれから、これを紹介しようと思います。えー、じゃあちょっと読みます。彼は心の奥で裸の男であった。彼は私にキスをしようと肩に寄りかかってきたとき、私は悪態をついた。 私が彼のボクサーを履いたら、美しいため、彼は私を締め付けようとしたのだ。はい。えー、二番目です。会議の終わり、私たちは張り詰めた空気にあった。私は信用を見上げた。もちろん、彼を話すつもりはなかった。他に何を言えばいいのかわからないが、彼は一番美しい男だ。という、ちょっと、まあ、ふざけたものを紹介したんですけど、 え、これすべて、え、機械が、え、まあ、コンピューターが生成したものです。で、まあ、ちょっと、えっと、ま、変なものかもしれないんですけれども、まあ、これ、これができるのって結構すごいことで、なぜかというと、まず人間の、え、言語を理解する能力。ちょっとはい。能力と、えー、ま、今まで、え、今流行りの画像を認識する 能力が必要となりますでその言語の理解と画像の理解それをまあ結合する能力が必要ですでそこから、えーまあ、恋愛物語っぽいものを生成する能力っていうものが必要になりますでこれらが、まあ、ある程度できる技術っていうのは、えーまあ、つい最近 えーまあ、ニューラルネットワークによってすべ、えーまあ、てできるようになりました、まあ、以前にもいろいろな技術があったんですけれども、えー、このすべてをできるっていうのは、えーまあ、最近ニューラルネットワークができたことですではまあ最近、えー、流行りのニューラルネットワーク、えー、なんでこれらすべていろいろできるのか というのを少し触れて、分散表現というものを紹介していきたいと思います。次に、その後にニューラルネットワークに先ほどのような言語とか画像をどのように学習させて、ああいうことができるようになるのかとか、紹介していきたいと思います。では、ニューラルネットワークの話になるんですけれども、 分散表現をまず紹介したいんですけれども、まずこのコネクショニズムっていうのが出てきます。コネクショニズムっていうのは、ニューラルネットワークとか使って認知とか行動をモデル化する立場であって、まあ、人工知能とか神経科学とか認知科学でと関連しています。そして1986年に、まあ、このコネクショニスト 一人が、えー、ジェフ・ヒントン、えー、ジェフリー・ヒントンが、えー、ニューロンがどのように概念を、えー、表しているのかというのを説明しようと、分散表現というものを提唱しました。で、ここからまあ分散表現の説明に入ります。で、分散表現を、えー、説明しようとするとき、えー、ヒントンは局所、えー、表現というものと比べました。 極小表現っていうのは、まあ、一つのニューロンで一つの概念を表すことで、えー、これは、まあ、昔え古典的な、えー、物事、概念を理算的記号で表そうとする、えー、立場と、えー、関連しています。えー、で、これを、まあ、例えば犬を一、えーまあ、番目のニューロン、猫を二番目のニューロン、 で船を3番目のニューロンと、えー、定義したりします。で、えーまあ、ベクトルで表すと、えー、対応する次元が1、でそのほかが0っていう表現になります。で、対し、分散表現になると、えー、1つのニューロンが1つの概念を表すのではなくて、えー、各概念は、まあ、複数のニューロンの発火で1つの概念を表すということになります。 で、まあ、ベクトルで言うと、えーまあ、1と0ではなく、えー、連続値の集合っていう感じになります。で、まあ、これの何がすごいのか、すごいというか、いいのかっていうと、えーまあ、各概念を、まあ、分解して特徴の組み合わせとして表せることができます。なので、例えば、犬っていう概念だと、えーまあ、ペットなので1ペットで、えー、吠えるので1ワンマンで、 ニャ、えーま、ーっていうのは猫,なん猫,の猫がすることなんで、まあ、ゼロで、えーまあ、乗り物0。まあ、たまになんか猿が犬を乗り物として使ったり、えー、見るので、まあ、0.1とか,で、まあ、なんか犬って海が好きそうなイメージなんで0.1とで次にまあ猫もペットなので、まあ、ペットっていうところは同じく1。ニャ、えーまあ、ーってあるのでここが1。 で、あとは0とか。で、船だとまあペットではないので0。で、えー、まあ、かないので0。でも乗り物だし、えーまあ、海の乗り物なので、えー、ここら辺のまあ係数は高くなります。で、まあ、このように表すと、えーまあ、これではまあ見ればわかるんですけれども、えー、局所表現の場合は、まあ、もう犬は犬、猫は猫っていう感じなので、えー、全く類似性がわかりません。 分散表現だと、まあ、特徴の組み合わせとして、えー、表すので、まあ、これでは見てわかるんですけれども、まあ、犬と猫の、まあ、ベクトルが似ているのがわかります。で船だと、えーまあ、ほとんど似てないとおわかりだと思います。でまあ、似ているって言いましたが、まあ、後でちゃんと計算の仕方を紹介したいと思います。で、えー さらに、分散表現のメリットっていうのは、えー、ちょっと、抽象的なことになるんですけれども、極、ま、小、あ、表現の場合は、各次元、えー、が、一、えー、つの領域になるので、まあ、三つ次元が、三つ次元のあるベクトルだと、三つの領域になります。しかし、えー、分散表現だと各、各、えー、各次元が空間を真っ二つ、 2位の場合は真っ二つにするので、えー、例えば、えー、次元数が3つだと、えー、2の3乗、まあ、8個の領域になったり、えーまあ、とにかく指数的な表現力を持つといいますで先ほどまあ犬とか猫とか紹介したんですけど、えー、もうちょっと実用的な文字認識に関する説明、えー、例を紹介したいと思います 例えば、えー、この7という画像をどのように分散表現で表すかというと、まあ、これを見ると、まあ、7をどう分解するか考えると、まあ、7っていうのは上に横棒があります。で、まあ、それを 0.8×、まあ、ここの横棒、足す、ここの斜めのストロークなので、プラス0.9、斜め。で、足す、 ま、これは、えー、ここのストロークは、まあ、7にはあまり見られないので0.1とかっていうふうになります。で、0も同じ感じです。で、こういう分散表現は、えー、ニューラルネットで、えー、ニューラルネットが、えー、学習しますで。具体的に言うと、えー、仮想の特徴が抽出されて、えー、中間層が、えー、分散表現を表すようになります。 で、まあ、このニューラルネットワークだと、まあ、この重みっていうところが、えー、特徴を表すようになります。で、それを、えー、と、入力とかけると、この隠れ層が、えー、この入力画像の分散表現を表すようになるということです。で、このような、まあ、特徴抽出なんですけれども、 あの、今おっしゃったまあ隠れ層とかをえ積み重ねると、より抽象的な特徴が抽出されるようになります。なので、今回は画像認識の場合、まず、一番下の隠れ層が、文字認識と同じような感じで、ストローク、ま0の特徴を抽出するとします。で、その次、一つ上の隠れ層になると、 この線を、えー、組み合わせて、えー、もっと複雑な、えー、特徴を抽出するようになります。なので、この線を組み合わせて、目とか鼻の部分とかを、えー、抽出することができます。で、またも、えーっと、もう一個そう上がると、えー、これらを組み合わせて、まあ、顔とかを、えー、表せるようになり、えー、認識とか、えー、分類とかをうまく、えー できるように学習されます。で、えー、っと、今、まあ、顔認識とか文字認識で説明したんですけれども、まあ、このように、えー、この力を使って、えーえー、画像認識とか音声認識、えー、で、高い精度を出しております。で、最近は、えー、もう自然言語処理っていうところにも、えー、到来してきている ディープニューラルネットワークです。で、今日の、えー、っと、まあ、もう一つのテーマっていう感じですかね、まあ、自然言語処理なんですけれども、まあ、自然言語処理っていうのは、えな、ー、んでしょうかっていうと、えー、まあ、コンピューターサイエンスと人工知能と言語学の一分野といえると思います。 自然言語処理で何をするかというと、まあとにかく、えー、機械に人間が使う言語を、えー、扱うということです。で、例えばタスクで言うと、えー、まあ、簡単なものだとスペルチェック、キーワード、えー、検知とか、えー、まあ、類義語検知などが、えー、あり、で、もうちょっと、えっ、ー、と、単語の言語の理解が必要、 になると、まあ、ウェブサイトや書類の携帯、えー、素解析や公文解析になったり、えー、さらに難しいものだと、もうまあ、さらに深い、えー、理解が必要になる機械翻訳、えー、センチメント分析や質問応答システムになったりします。で、まあ、例として、まあ、機械翻訳を説明すると、まあえー、言語 A のテキストを言語 B の テキストに変換するっていうことです。なので、例えば、えー、古典的なアプローチだと、フレーズベース翻訳っていうんですけれども、例えば、he t h r o w the ball ってあったら、まあ、he っていうのを、えー、he と t h r と the ball と分けて、で、各、えーまあ、フレーズを訳します。なので、he はかれば、で、t h r o u は投げた、そして the ball はボールになって、その次に、 まあ日本語と英語の語順が変わるのでこの場合彼はそのままになって投げたとボールは入れ替わって最終的に「he t h r e w the bar」が「彼はボールを投げた」という感じに翻訳されたりしますで、まあ、今までそういうフレーズベース翻訳とかが使われてきたんですけれどもやはりそんな簡単ではなく えーまあ、言葉の曖昧性とか、えー、文脈の理解とかが必要になり、まあ、例えば、えー、t h i s c u r e y isHot を訳そうとすると、まあ、このカレーはっていうところまではちゃんと訳せてるんですけどやはり HOT を、まあ、違う熱いですになってしまうんですねで、まあ、この HOT を正しく正しい熱いに訳すにはやはり、まあ、カレーとか、えー、に関した知識とかが必要になったりして、まあ、結構難しい問題になります。 まあ、次にセンチメント分析なんですが、えーまあ、これはテキストから感情を判断するっていうもので、まあ、アプリのレビューっていう例としたら、まあ、すごく面白い、いくら遊んでも飽きないっていうものは、まあ、もちろんポジティブですよね。でまあ、簡単なアプローチとしたら、まあ、キーワードを、えー、探して、まあ、ポジティブな、えー、キーワードがあったら、まあ、ポジティブな、えー、テキストと判断したりします。 例えばインストールするな、データの無駄になるだけとなると、まあ無駄っていうのは、まああまり良くない言葉だと判断し、まあネガティブと判断されます。とか、ただもう少し難しくなると、電車で時間を潰せるけど、よくクラッシュするのは直すべき。となると、まあこの文章の前半はまあいい感じなんですけれど、後半は、え、まあネガティブ。 になるので、結局、どう判断すればいいのか、っていうのが難しくなります。他に、まあ、これやばい、というレビューがあると、まあ、やばいとは、まあ、もちろん、ま、いい意味と悪い意味があるので、まあ、どっちなのか、っていう判断が必要になるので、これも難しい問題になります。で、最後に、質問応答システム。 っていうものなんですけれども、まあ、これはまあ、そのまま質問したら、何か答えてくるというシステムです。で、まあ、大きく二つに分かれるんですけれども、クローストド,ドメインっていうものだと、まあ、定められた分野の質問に応答するという、えー、システムです。だなので、例えば、えー、まあ、動物に関した、えー、質問応答システムだと、まあ、ラマは何かと聞くと、まあ、ラクダか。 とかっていう、えー、答えに、が、えー、返ってきます。で、まあ、IBM のワトソンも、まあ、上のクローズドメインに入るかと思います。まあ、トリビアの、えー、専門として。で、下の方はオープンドメインって言って、まあ、これはもうほぼ何の質問でも応答できるシステムです。で、これはまあ、えー、っと、それなりにかなり難しい問題になります。まあ、なぜ私は結婚できないのかっていう質問だと、まあ、えー、っと、結構難しい、えー 質問だと思うので、えー、ま、機会にはやっぱり難しいものです。で、まあ、これで結構分かったと思うんですけど、やはり自然言語処理っていうのは、えー、結構難しいもので、まあ、言語以外に状況、環境や知覚などの知識を、えー、理解する必要があります。 で、これだと、えー、もう人手の、えー、ルール、人、人が書いたルールだけだと、やはり限界があります。で、最近、まあ、自然言語処理にも活躍してきている、えー、ディープニューラルネットなんですが、えー、どうやって、えー、まあ、自然言語処理までに突入しているのか。という、えー、っと、まあ、それに関したアプローチなどを説明していくんですが、まず、えー、言葉のベクトル化。 から始まります。では、えー、単語なんですが、単語をどうやってベクトルで表すかっていう問題に入ります。で、先ほど説明した曲書表現の場合、ま、猫という単語は、ま、このようなベクトルになったりするんですが、やはりまあ、さっき説明したように、えーま、これには、えーま、表現力が 低い、表現力が低いです、えー。こういう表現の仕方だと、まあ、全く単語の意味がわかりません。では、どうやって、えー、単語の意味を捉えるベクトルを学習、獲得するのでしょうか。で、ここで、まあ、最近の、えー、統計的自然言語処理で使われる、まあ、仮説なんですけれども、まあ、分布仮説というものがあります。これは結構古いもので、まあ、50年代。 で、えー、っと、挙げられたもので、えー、まあ、似ている文脈を持つ意味は似ている、えー、言葉は似ている意味を持つということです。で、これを利用した、えー、アルゴリズム、まあ、手法は大きく2つに分かれます。で、最初の種類は、カウントベーストメソッドっていう、まあ、もう少し古典的な手法です。で、それでまあ、えー、よく聞くものは、 SVD、まあ、LSA というのも聞きますけど、まあ、とか,かな、HAR とかをよく見ますで。カウントベースメソッドっていうのは、単語文脈、単語がある文脈に出現する回数を数えて、その後にいろいろ処理する手法です。で2番目の種類は、Predictive メソッドっていって、まあ、ほとんどニューラルネットワークを利用した 手法で,すで、まあ、有名なのは、えー、後で紹介するニューラル確率言語モデルっていうもの、まあ、NPLM っていうもので、まあえー、多分、えー、結構知られているワー a ト2ベックもこの、えー、カテゴリーに入ります。でこれらの手法は、まあ、単語から文脈あるいは逆に文脈から単語を予測するというタスクをさせて、えー、最終的に、えー、単語ベクトルを獲得できる。 という手法です。で、まあ、本日は、えー、この SVD と NPLM と w a t e b e c k という3、えー、つの手法を紹介していきたいと思います。で、先ほど、えー、ま、文譜仮説で、えー、単語は文脈で意味がわかるという感じな、えー、ものだったんですけれども、まあ、文脈とは何かというのを定義しないといけません。 で、文脈では、えー、実際、文脈窓とか、えーまあ、同じ文章、同じ文章で出現する単語や、同じ段落や同じ、えー、文章を、えー、の回数、出現回数を数えたりします。で、えー、っと、次に文、文脈窓を説明したいと思います。 文脈窓って、えっと、現在よく使われている文脈の、えーまあ、定義なんですが、これは大きさ、まあ、2k す1の単語列を取ります。なので、この文章で、まあ、k を4と定義したら、bright cold day in April, えー、and the clocks。まあ、コンマを単語とすると、えー、コンマを一つの単語として扱います。で、えー、中心の単語 April。エイプリル だと、えー、周りの単語が文脈になります。なので、この4つの単語、Bright Cold Day In と、えー、コンマザ・クロックスが文脈語として、えー、と扱います。で、まず SVD、えー、特異字分解を使う法、えー、を紹介するんですが、ま,あ、まず単語文脈行列というものを構築します。 なので、えっと、前のスライドに紹介した文脈窓を文脈として使います。で、えっと、この例では、K が1。なので、もう隣り合う、えー、単語を数えることにします。で、この行列なんですが、えー、例えば、like が、え真ん中の単語とすると、まあ、隣り合う、この場合、隣り合う単語を数えるので、まあ、like の、 このコーパスの中で、like の隣にあるものは、愛が2つあります。なので、ここ、like と愛。ここがまあ2になります。で、まラ like の、えっと、ここでは右、右側に eating が1回出現するので、ここが1。で、2が1回出現するので、1となります。で、これで、まあコーパスを、テキストデータを全部読んで、この、えー 単語文脈行列というものを構築しますで。これで一応先ほどの分布仮説を反映しているのですがえ、まあ、各単語が周りの言葉文脈で意味を抽出できるというものですでこれで一応各行を対応する単語のベクトルとして使えます で、これで、えっと、まあ、先ほど、えー、分散表現の言葉の類似性とかいろいろできるようになります。ただ、これの問題は、えー、実際使うと、えー、先ほど使ったコーパス、テキストデータは小さかったんですが、まあ、本格的になると、えー、この語彙数っていうのがもう何十万ぐらいになるので、各単語ベクトルがもう何十万次元という大きなベクトルになります。 これを実際使うと、えー、結構計算量が高くなるので、えー、使いたいのは、えー、したいのはこの大きいベクトルを、えーまあ、小さくすることです。圧縮することです。えー、高次元のベクトルの、まあ、一番重要な情報を保持しながら、えー、低次元、密なベクトルに圧縮したいというものです。で、この時に特異値分解。 SVD というものを使います。まあ、SVD っていろいろな、えー、アルゴリズムとかに使われているんですけれども、まあえー、ざっくり説明すると、えー、このシナリオではこの X っていう行列が単語文脈行列になります。そしてこれを、えーまあ、因数分解するんですが、この U っていう行列は X、X トランスポーズの え、固有ベクトルになります。え、各列が。で、逆に、え、この、え、V トランスポーズは、ちょっと図が間違ってますね。これの列が、え、固有ベクトルになり、こっちは、え、X トランスポーズ X の固有ベクトルが各行になります。で、この真ん中のシグマっていう行列が、え、の斜めの要素が、え、固有値を、 え、保存します。で、ちょっと僕もうまく説明できてないと思うんですが、えー、まあ、幸運なことに、えー、Python とかでライブラリ使えば、えー、すぐやってくれる関数とかあります。で、この行列分解をして、えー、この、えー、行列 u っていうのがあったんですけど、この行列 u を使って単語ベクトルを抽出することができます。で、先ほどの問題、えー、 各単語ベクトルが、えー、もう大きくなってしまうっていう問題があるので、この行列の、えー、列、N 列目までを使うことにします。なので、例えば、えー、10万、えー、10万要素のあるベクトルだったら、それを100、100次元に減らしたい場合、この U の100列目まで使えばいいっていうことになります。 で、まあ、SVD を用いた、えー、単語ベクトルを抽出する手法って、まあ、実装は結構比較的には簡単で、えー、実際にやってみました。で、先ほどの行列を、まあえー、この場合、ちゃんとスクリプトを書いてやった方がいいんですけども、とりあえずちょっと、えー、マニュアルで入力して、でここで、えー、NumPy の、NumPy というライブラリの SVD という関数を使っちゃいました。これで U と、 S, s と v が得られます。で、この u の、えー、可視化するために u の最初の2列を、えー、使いました。で、これを、えー、x と y 軸として、えー、プロットしてみました。で、このコーパス、使ったコーパスはテキストデータは小さかったので、まあ、あんまり、えー、っと、良いプロット、 ではないかもしれないんですけれども、まあ、これだけでも、like と enjoy っていうのは丸いグ語なんで、まあ、近くプロットされています。とか、eating, technology と sleep まあ、えっ、ー、と、この、好むことは、えっ、ー、と、ここら辺にクラスターに、クラスターされます。題はここっていう感じになります。で、えっ、ー、と、今使った、まあ、例のテキストデータは小さいので、もうちょっと本格、 しますで今回は、えーまあ、結構有名だと思うんですけど、ブラウンコーパスっていう、あの、まあ、今は小さいと思われてるんですけれども、えー、10年前ぐらいだと大きいと思われる、えー、100万号ぐらい入っているコーパスを使ってみます。で、えー、っと、 この語数は100約100万なんですが、語意数は8万ぐらいになります。で、これで、単語文脈行列を構築しようとしたんですが、えー、っと、まあ、メモリーが足りないと、えー、帰ってきました。で、問題は、語意数8万なので、この単語文脈行列の大きさは、まあ、8万 ×8 万っていう結構大きい行列になってしまいます。なので、まあ、とりあえず、えー、っと、 ま、出現回数が低い、えー、単語を抜き取りました。なので、トップ1000の出現回数を持つ単語に絞りました。ちなみにこの、えー、出現頻度で並べたトップ10なんですけど、やはり、えー、ザが一番多かったです。で、結局語彙数を1000に絞るので、えー、まあ、えー その1 0 0 0以下のやつを全部まとめて、えー、Unknown という特別トークンにまとめて、まあ、1001×1001 の大きさの行列ができました。で、これを、えー、特一分解して、えー、U の、えー、今回は100列目まで使いました。で、これを、えー、今回はまた別のアルゴリズム TSNE っていう、えーまあ、高次元データを可視化する え、アルゴリズムを使ったんですが、まあ、この、え、プロットを見ると、ま、ちょっと見にくいかもしれないんですが、まあ、やはり、え、類似すると思われる、え、単語が、え、クラスタリングしているところが、え、少し見えると思います。例えば、2とか on、at by という単語は、え、似ているので、まあ、近く、え、プロットされています。とか、C とか MISS。 女性に関する単語は、えー、ここで集まっています。とか、ドクター・ジョン・ミス、まあ、名前に関するものもここに集まっています。で、えー、まあ、これを、えー、探っていくと、いろいろ似たような単語が、えー、同じよう、えー、近くプロットされるっていうのが、えー、見つかっていきます。で、次に、 えっと、実際、このプロットはやっぱり見にくいので、まあ、単語を入力して、その単語に近い、ベクトルを直接、リストしようという、しョートします。で、似ている単語をどう計算するかというと、この数式が入ります。まあ、これは c o s ン n 類似度っていうもので、えー、まあ二つのベクトルがあると、その内積を積化したものです。 なので、w1 と w2 の内積割る w1 の、えー、ノルムかけ w2 のノルムという式になります。で、えー、っと、実際にやってみると、まあ、このデータでは、えー、戦争、ウォーの単語ベクトルに一番近いベクトルはを、えー、クエリしてみました。で、一番近いのはやはり、えー、っと、 その同じ、全く同じ単語。w a l はウォーに一番近いという当たり前な結果で、で、次に、まあ、雑とかちょっと、えー、ノイズというか、えー、ちょっと違うんですけれども、まあ、トップ10を取ってみると、まあ、えー、大文字のウォーとか、ポリスとか、まあ、ルドとか、ミリタリーとか、結構、えっと、関係している単語も出現していきます。 で、えー、っと、まあ、SVD は結構、えー、単語ベクトルを獲得するのに結構使われてきたんですけれども、やはり問題があって、えー、まず、まあ、新しいテキストデータが入ってきたというシナリオが出てくると、この特異字分解をやり直さなければいけません。で、えー、っと、この特異字分解って結構、いろいろな場面で使われているんですけれども、結構計算量に問題があって、 まあ n かけ m 次元の行列だと、えー、まあ、二次的に増加します。で、ちょっと実際に、えっ、ー、と測ってみました。え位数を、えっ、ー、とえー、100、語位数を100にしたら、えー、100かけ100の行列ができます。 その 100×100 100の行列を特異分解したら、もう1秒もかかりませんでした。語彙数を増やして、1000×1000、まあ、1000を分解したら、まあ、それも1秒もかかりませんでした。でそれを 5000×5000、まあ、5000っていうものにしたら、えー、約40秒ぐらいかかりました。でさらに増やして、1万 ×1 万の行列を特異分解させたら、えー、約8分ぐらい、えー、400何秒ぐらいかかりました。 で、この、えー、数式を利用して、もし、語彙数10万、まあ、簡単に10万になるんですけれども、えー、10万 ×10 万の行列分解をさせたら、えー、数日半かかると、えー、計算されました。なので、えー、語彙数が多くなると、SVD っていうのは、ちょっと、えー、っと、使いにくいものになります。で、そこで、 えっと、今、SVD というのはカウントベースとメソッドだったんですけど、ここから、えぇ、ー、プリディクティブメソッドを紹介していきたいと思います。で、最初のア,アルゴリズムは NPLM、えー、ニューラル確率言語モデルっていうものです。で、これはちょっと、えっと、まあ、10年前のもので、えー、っと、もうすでに単語ベクトルっていうのは、えー、ニューラルネットで抽出できるものでした。 これを説明する前に、ちょっと言語モデルっていうものを説明していきたいと思います。えー、言語モデルっていうのは、ある単語列が与えられたとき、まあ、正しい、まあ、意味的に文法的に正しいほど高い確率を、えー、与える、まあ、確率分布です。なので、例えば、ご飯を食べるっていう確率は、まあ、やはり、えー、文法も意味も 正しいと言えるので、この確率は高めになります。で、食べるをご飯だと、まあ、文法が間違っているので、確率が低くなります。というふうに、まあえー、計算できるようになります。で、応用例として、えーまあえー、スマホで単語を打つときに、まあ、次の単語を予測してくれる、えー、システム、あれは、えー、多分、えー、言語モデルを使っているのが多いと思います。 とか、スペルチェック、えー、機械翻訳や音声認識とかになると、えー、そのシステムが複数の文章候補を出力するんですけれども、まあ、例えば、音声認識だとしたら、えー、候補として、彼は本を買ったと、彼は本を買ったと、2つの候補を出すとします。で、まあ、我々は簡単にわかるんですけれども、まあえー、言語モデルに通すと、まあ、上の方が、 例えば0.023%パーで、下の方が0.002%パーとか出力したら、まあ、上の方が、えー、多分正しいだろうと、えー、予測されたりします。で、言語モデルでは、えー、NPLM、さっきちょっと、えっと、話したやつは、ニューラルネットワークを使うんですけれども、その前に、えー、よく使われた手法、まあ、今でも使われているんですけれども、 n グラム言語モデルっていうものがあります。で、えっ、ー、と、まあ、n グラムモデルを説明する前に、えー、この n 引く1 g マルコフ仮定っていうものを説明しないといけないです。えー、た、まあ、計算量に限界があるので、えー、条件付き確率で禁止するっていうものなんですが、まあ、 実際に例で説明すると、えー、still as they s o w l y の後に、えー、出現する単語を予測する言語モデルを作るとします。えー、この w a l k という単語を予測するときに、えーまあ、精度が、精度を高くするのは、やはりこの,、えー、このテキストの最初から え考慮するものなんですがそれには限界があるのでここを予測するためにこの前の4つとかの単語に依存すると定義します、まあ、これが N-1g マルコフ仮定となりますで、えーっとまあ、N グラムって呼ばれてるんですけど、まあ、この N が1だとまあユニグラムって言ったり2だとバイグラム3だとトライグラム なので、まあ、ユニグラムだと例えば「he plays tennis」の確率を計算するときに、えー、ユニグラムなので、まあ、各単語を独立させて、えー、計算するので「まあ、he の」の確,率かけの確率×で「plays、まあ」の確率×「テニス」の確率で句読点を考慮するなら、まあえー、ピリオドの確率を掛け合わせて「he plays tennis」の確率を計算することができます。 ただ、これの大きな問題は、えー、各単語は独立するので、まあ、この式を見ればわかると思うんですけれども、えー、順序は全然考慮されません。なので、えー、例えば、テニス・ヒー・プレイズとか、えー、全く、えー、文法が成り立たない文章でも、えー、同じ確率が計算されてしまいます。で、この順序を考慮したいため、 えっと、この n を増やしていきます。まあ、2とか3。バイグラムの場合は、he plays tennis は、えー、まず、he の前に何もないので、まあ、he 自身の確率。かけ、えー、he の後に、p レ a ズ s が出現する確率。かけ、p レ a ズ s の後にテニスの確率。かけ、えー、テニスの後にピリオドが来る確率。と、こういうふうに、えー、計算して、he plays tennis っていう単語列の確率を計算されていきます。まあ、バイグラムの場合。 で、これは、まあ、いや、もちろん、えっ、ー、と、まあ、わかると思うんですが、えー、順序がもう少し、まあ、ユニグラムよりは、ユニ,ユニグラムと違って順序が考慮されるので、えー、もう少し精度が良くなります。で、さらに、N を増やしていって、えー、さらに、えっ、ー、と、トライグラムの場合、He plays tennis だったら、えー、He かけ、He の後に p l a y s かけ、えー、He plays の後にテニスが来る確率。 なので、トライグラムの場合、えっ、ー、と、ある単語が出る確率は、二つ前の単語に依存するということになります。で、こうすると、えー、まあ、バイグラムよりは、より良い精度が出たりします。で、このまま、まあ、ユニグラム、えー、バイグラム、トライグラムになりましたが、えー、このまま N を増やしていけます。ただ、えー、で、まあ、N を増やすと、まあ、大体、 え、精度は良くなるはずです。ただ、えー、現実問題は、この n を増やすと、えー、単語の組み合わせが爆発してしまいます。というと、えー、例えば、語彙数が、えー、まあ、v、まあ、例としては、え、100、語彙数100とします。で、えー、ユニグラムだと、えー、保存する確率、 は、ま、100個です。各単語に確率を与えるので。しかし、えー、バイグラムになると、まあ、えー、っと、2つ連続する、えー、単語なので、100×100 100、まあ、1万、1万個、えー、えー、どう説明するんですか。まあ、1万個確率を保存しないといけなくなります。で、まあ、とにかく、えー、この n が増えると、 指数的に必要なデータが大きくなってしまいます。で、これに関係するのは次元の呪いっていうものです。で、例として、えー、先ほど、えー、使ったブラウンコーパスを、えー、トライグラムで言語モデルを作ろうとします。で、このブラウンコーパスを使うと、まあ、he was happy と、まあ、正しい文、 を、えー、検索すると、まあ、6件出ます。なので、えー、最終的にこのトライグラムの言語モデルに He was happy の確率を問うと、まあ、ある程度、えーまあ、確率はなんか、えー、0以上は出ます。しかし、She was joyful っていう、これも、えー、意味的に、えー、文法的に正しくても、このブラウンコーパスでは出現回数0なので N グラムを使うと 確率がゼロになってしまいます。意味も、えー、文法も正しいのにゼロ。で、まあ、一応、これを考慮するために、考慮して、まあ、スムージングという手法があったりするんですけれども、まあ、これは、えっ、ー、と、確率を計算するときに分母と分子をちょっといじったりするんですけれども、えー、こうすると、極端な確率、まあ、これ、例えば C was joyful の、えー、出現回数ゼロでも、まあ、ゼロパート っていうんじゃなくて、まあ、ゼロよりはもう少し大きい、まあ、0.01%とかっていう工夫があります。でも、これでも問題は完全には解決されません。で、まあ、頭いいやり方は、he was happy と she was joyful っていう例を挙げたんですけれども、まあ、よく見ると、この二つの文章は結構似ています。なので、he was happy っていう確率が高ければ、C、まあ、was joyful の単語列の確率も高いはずという推論をできれば、えー、より精度が上がるんじゃないかと思います。で、まあ、こういう、えーまあ、データの類似性っていうのを考慮できれば、えーまあ、精度上がるし、反、ま、射、あ、能力がアップされると思われます。で、この類似性を計算できる というと、分散表現が出てきます。先ほど紹介した。で、この分散表現を利用するのがニューラルネットワークです。で、ここでやっと、えっと、先ほどのニューラル確率言語モデルを紹介し始めるんですけれども、まあ、単語ベクトルは、この場合ニューラルネットワークで獲得するんですが、ど、どこで単語ベクトルができるのか。 っていうのを紹介するために、埋め込み行列っていうものが、えー、使われます。で、説明すると、えー、っと、この行列の各行が対応する単語ベクトルです。で、これで、えー、大きさ、えー、語彙数かけ、m っていうのは2なんですが、この m が、まあ、単語ベクトルの大きさになります。なので、まあ、普通は100から1000になるんですが、まあ、単語ベクトルを、えー 100次元にしたいなら、この M を100にします。なので、えー、この語彙数×け M の大きさの行列ができます。で、この行列を、えー、ニューラルネットワークに埋め込みます。で、どうやって埋め込むかっていうと、この行列を、えー、重みとして使うんです。で重みはニューラルネットワークで、えー、行列なんですが、まあ、その行列をこれにします。で、これで、まあ、埋め込むっていう、えー 言い方が出てきます。で、ここでやっと NPLM の説明に入るんですが、えー、はい。えー、っと、この NPLM っていうのは、まあ、単語列から次の単語を予測するっていう、えー、言語モデルになります、まあ。単語列の確率ではなくて、まあ、単語列の後に出てくる単語。まあえー、っと結局、数学的には同じことになるんですが、 まあ、そういうことです。なので、例えば、Apple's R の後に、えー、出現する単語を、えー、各単語、語彙に入っている各単語に確率を与えます。なので、Apple's R の後は、えー、例えば、Sweet、えー、という単語の、えー、確率が高くなったり、えー、関係ない単語、Car とかだったら、えー、確率を低くしたり学習します。で 具体的にこのモデルの構造なんですが、まあ、簡単に言うとこの埋め込み行列を使って、えー、各単語入力単語の単語ベクトルを引いてきますすると例えば、えー、っと3つの単語からその後3つの単語の後に出てくる単語を予測しないならば、まあ、入力が3つの単語のベクトルになりますでその単語ベクトルを えー、く,っつけくっつけますなので例えば入力が3つの単語として各単語ベクトルの大きさが100になると、えー、300, 300次元の長いベクトルになりますここでそれを、えー、変換して最終的にソフトマックス、まあ、確率分布を、えー、生成しますで学習させる、えー、っとき実際のまあ実際の データを読み込んで学習させます。なので、例えば、Apple's are sweet いう単語列があったときに、Apple's、え、are、ーまあ、って入力したら sweet の確率を高くするように、えー、誘導を最大にします。で、そういうふうに、えー、学習させると、これは実際の結果なんですが、先ほど紹介した N グラム法だと、えー、このパープレクシティ っていうスコアがあるんですが、これは低いほど良いっていう意味です。で N グラムだと312なんですが、えー、このニューラルネットを用いた言語モデルだと圧倒的に低いんです。えー、268。で、まあ、えー、一応 N グラムと NPLM の出力を合体させたらもう少し良、えー、い,い結果が出ます。252と。で、えー、っと、最初の入力。 の時に使う、えー、埋め込む行列、えー、C って表記されてたんですけれども、これの各行を単語ベクトルとして、えー、使えるようになります。えー、そし,しかし、えー、この NPLM っていうのは、まあ、言語モデルっていうのが第一目標で、この行列 C から単語ベクトルを抽出できるっていうのは、えー、副産物です。で、欲しいのはもう単語ベクトルを獲得するっていうのが第一目標。 っていう手法です。で、それが War2Beck ーーです。で、War2Beck は、えー、実は2つのモデルで、モデルがあって、えー、1つ目は、えー、CBOW、えー、まあ訳すと連続バグオフワーズモデルなんですが、これは文脈語から単語を予測するっていうものです。で、結構、えっと、先ほど紹介した言語モデルと結構似ています。 で、まあえっと、結果的に、えー、今までの知見だと、まあ小規模なデータセットに対して性能が良いと見られています。で、逆にスキップグラムモデルっていうのは、まあ CBOW を逆にした単語から文脈を予測するっていうものです。で、これはな、まあ大規模なデータセットでは、えー、高い精度が出ています。で、まあこのスキップグラムは、えーま、精度が高いし、結構早い。 ので、えー、現在結構人気です。で、まあ、えー、っと、人気の方なので、スキップグラムの方を説明していきます。で、今言ったように、単語から文脈を,を予測するっていうことなんですけれども、まあ、例として、例えば、えー、っと、文脈窓を使って、Bright Cold Day in April, o ンマ a n t h r o c s っていう単語列を取ると、 まあ真ん中の単語を April とすると、April を入力したら、まあ、この文脈語、各文脈語につき確率分布を生成するんですけれども、これらの確率を最大にするように学習させるのがスキップグラムです。えっと、あれ。あ。<laughs> えっと、なので、まあ、これらの 確率を最大化します。で、結局、学習されるパラメータは、行列 W と行列 W プライムというものがあります。で、これらの行列は、えー、単語ベクトルの、えー、集合です。なので、えー、っと、埋め込み行列です。で、この2つの行列があるので、まあ、各単語に2つのベクトルが存在します。W の行、えー、V と、えー、W プライムの列 V プライム。 というのが各単語に、えー、対応するベクトルが存在します。で、まあ、この式なんですけれども、結局この目標、えー、単語を入力したら、えー、文脈語が、の確率を最大化にするというものです、これは。で、注目したいのは、えー、この、まあ、確率なんですけれども、この確率、ここの部分はソフトマックスっていうやつなんですけれども、まあ、この、とにかくこの内積、 が大きければ、この確率が大きくなるっていうことなんです。なので、この単語を入力したら、文脈語の、えー、確率を最大化したいというと、この文脈語の V プライムと、えー、単語の V の内積を最大化し、同時に、えー、関係ない単語、 の V プライムかけ、えー、単語の V の内積を最小化したいという意味です。で、えー、このまま、えー、学習一応できるんですが、えー、結構効率悪いです。で、なぜかというと、このソフトマックスの、えー、分母の方なんですが、よく見ると、この W っていうものがあるんですが、これは、えー、語彙数すべて。 5位の中のすべての単語という意味です。なので、えー、入力単語のベクトルと、5、え、位、ー、に入っているすべての単語の、えー、V プライムの内積を計算しないといけません。これ結構、5、え、位、ー、は、まあ、何十万とかになるので、えー、結構大変になります。でそこで、ネガティブサンプリングという工夫が、えー、出てきます。 でこのネガティブサンプリングっていうのは、先ほど、えー、言ったように、えーまあ、単語と文脈語の、えー、ベクトルの内積を高くして、関係ない単語と、えー、入力単語のベクトルの内積を低くするというものというところが全く同じです。で、ここの、えー、っと、先ほどの式のこの、えー、対数誘導なんですけれども、この対数誘導を これと定義します。なので、対数ソフトマックスを、えー、このネガティブサンプリングに入れ替えます。で、この式が言っているのは、まあ、えー、っと、入力単語と文脈語の内積を高くする。まあ、これ全体を最大化したので、ここは高くして、で、逆に、こっち側、フレーをサンプルするんですが、この内積の符号が 負、まあ、になっているので、この内積を最小化すると、この全体が最大化になるので、ここは、えーまあ、最小化されるように、えー、学習されますでこ、えっと。こっちは入力単語と文脈語なんですけど、こっち側は入力単語と関係ない単語を,、えー、関係ない単語をサンプルします。 で、何回サンプルかっていう何回サンプルするのかっていうと、この K で決めます。で、K は通常2から20です。で、この PN っていうのは分布なんですが、まあ、とにかく関係ない単語をサンプルするときに使うものですで。これはユニグラム分布をよく使います。で、えー、っと、このスキップグラム、ネガティブサンプリングっていうものを使って、 結果なんですが、えー、医学がこっちか。えー、ま、過去の手法と比べてみると、ま、まず時間なんですが、学習時間なんですが、えー、かなり早いんですね。で、このコロベルトっていうのは2ヶ月かけて学習させたんですが、えー、ま、トゥリアンは数週間で、えー、ニは1週間もかかってるんですが、このスピスキップグラムは1日しかかかってません。で、えー、っと、 あそかで単語ベクトルを獲得できたとしても、その単語ベクトルの質を評価するときに、えー、使う手法を、えー、紹介するんでした。でえー、っと一つのやり方は、この類似度を、えー、っと見ていくことです。えー、なので、例えば、えー、テストするときにテストデータセットを用意しておきます。 そのテストデータセットっていうのは、まあ、似ている単語を集めた、えー、データセットです。で、えー、っと、その学習された単語ベクトルを使って、えー、っと、各モデルに、まあ、この単語に一番近い単語は何だと、えー、クエリしていきます。なので、例えば、えー、っと、まあ、忍術っていう単語に近い単語、 をクエリします。で、近いというと、先ほど紹介したコサイン類似度が、えー、高いということです。で、このコロベルトのモデルだと、まあ、忍術に近いと、まあ、霊気、木の葉、空手という、まあ、結構、ま、近い、関係している単語と言えると思います。で、この、えー、っと、この真ん中の2つは、そもそも合意に入っていなかったので、えー、この、忍術は、え、クエリできませんでした。で、スキップグラムのとき、えー、まあ、忍術に近い言葉は、忍者、 武術とか剣術というか、た、えーまあ、多分こっちよりはこっちの方が結構近いと言えると思うんですけれども、えーまあ、こういう出力がされます。とか、えー、他に落書きに近い単語だと、えー、コルベルトだと、えーまあ、ここ忍術の時は良かったんですけれども、なぜか落書きとクエリしたら、まあ、似ている単語、チーズケーキとか、えー、噂話、ジオラマとか、なんかほとんど関係なさそうな単語が出てきます。 で、えっ、ー、と、トゥリアンの場合、えー、放火感情とか、えー、罪の面積とかなんか、えー、まあ、ちょっと似てるっぽいかな。で、えっ、ー、と、3番目は、えー、麻酔薬、猿、ユダヤ人とか、猿とかユダヤ人はちょっと落書きと関係してないと思うんですが、で、最終的にスキップグラムは、落書きに近いものは、スプレー塗料とか、えー、ちょっと綴りが違う、えー、落書き、 とか、えー、落書きする人、まあ、タガーって英語で言うんですけれども、えー、まあ、やはりこれ見ればわかると思うんですけれども、スキップグラムだと、もうかなり、えー、似ている単語を、えー、出力します。で、このように、まあ、数値的に、えー、っと、検証することができます。で、まあ、次の、えー、評価のやり方なんですが、えー、類推というものがあります。 で類推というと、例えば、えー、意味的類推だと、まあ、日本が東京だと、まあ、ロシアは何と、えー、クエリーします。で、まあ、正解はロシア、えーと。これは国と首都の、えー、クエリーなんで、まあ、関係なんで、まあ、ロシアだったらモスクワと出るはずです。で、これを式にすると、こうなります。 東京の単語ベクトル引く日本の単語ベクトルイコール、えー、見,つ見つけたい単語引くロシアの単語ベクトル。これ,をえー、とこ,のこれを移行すると結局こういう式になります。で、えー、とこの式を使って、えー、学習された単語ベクトルで代入して、えー、このベクトルが計算されてこのベクトルに一番近い単語を、えー、見つけます。 でまあ、理想はここに、えー、モスクワっていう出ることが出ることです。でえーっとまあ、モデルによるんですけれども、マートゥーベックの場合、こういう意味的類推だけじゃなくて、このシンタックス、文法も、えー、こういう類推ができます。なので、例えば、走るが走れるになると、まあ、食べるだと何になるかとクエリすると、まあ、食べれるとちゃんと、えー、類推することができたりします。 で、えー、っと、まあ、スコアなんですけれども、まあ、とにかく、えー、まあ、ワートベックは高い精度。高いし、えー、精度が高いし、学習時間も早い。という結果で、えー、現在、えー、よく使われています。はい。では、そこで、まあ、単語、ベクトルを獲得する手法を、えー、まあ、3つ紹介したんですけれども、えー、次に、 まあ、単語から文章へ移りたいと思います。で、ここで、まあ、文章を、えー、表現学習する、えー、手法は複数あるんですけれども、まあ、単語ベクトルのように、えーまあ。例えばバグオブワーズだと、えー、先ほどの単語ベクトルを使って、えー、文章の各単語に対応する単語ベクトルを足し合わせて割る。なので、まあ、その、えー、単語ベクトル平均を取る。 ということなんですけれども、えー、バグオブワーズだと、まあ、順序は考慮されません。平均してしまうので。でまあ、とか、えー、畳み込みニューラルネットワークとか、えー、リカーシブニューラルネットワークっていうものを使ったりする手法があるんですが、いろいろあります。でちょっと、えー、時間と知識の不足により、今日は一番下のスキップソットベクトルというアルゴリズムを紹介します。 で、スキップソットベクトルは、えー、実はこの先ほどのワーツーベトクのスキップグラムを理解していれば、えー、まあ、ざっくり説明するのが簡単で、これはスキップグラムの文章版と言います。スキップグラムの場合は、えー、まあ、真ん中の単語を入力したら、周りの単語を予測するっていうのがありましたが、今回はスキップソットでは真ん中の文章を、えー、入力して、 前後の文章を予測するっていうものです。で、まあ文章なので、えー、っと、まあ列なので、えー、普通に先ほどのように入力するんではなく、まあ、RNN を使って入力していきます。で、一応、えー、言っときますが、えー、これ、この論文では RNN、えー、GRU っていう、まあ、特殊な RNN、まあ結局は同じこと、えー、ほぼ 同じことをするんですが、えー、まあとにかく RNN の一種を使ってきます。で、えー、RNN を使って、この、えー、文章を入力して、で、この全部入力文章の単語を全部入力した後の、えー、内部状態、RNN の内部状態を、えー、文章のベクトルとして使います。で、この文章ベクトルを、 に条件ついた、ま、依存した、えー、二つの別々のデコーダー RNN があります。で、各 RNN は、えー、っと、ま、片方は、この文章の一つ前の文章、前の文章を生成するように学習されます。で、二つ目のデコーダーは逆に、えー、入力文章の後に出る文章を生成するように学習します。で、これも、えー、っと、先ほどのように、えー、最大誘導。 を使って学習させます。なので具体的に言うと、えー、I got back home, I could see the cat under the steps.This was strange という、えー、テキストがあると、入力を I could see the cat under the steps と、えー、入力してで、一つのデコーダーは I got back home を、えー、生成させようと学習します。でもう片った方の、えー、デコーダーは This was strange という生成させようと学習させます。 で、えー、っと、まあ、今話したことがこの式です。なので、まあ、この後の文章が生成される、えー、確率を多額する。それと前の文章が生成される確率を多額する。ということです。はい。で、そうすると、えー、似た前後の文章を持つ文章は似たベクトルにエンコードされます。まあ、結局、スキップグラムと同じ感じです。 で、まあ、ざっくり説明してましたが、えー、結果は、えー、っと、一つの例として、まあ、シックってやつがあったんですが、えー、これは似たような、えー、文章を、えー、評価するもので、えー、まあ、ステートオブザート一番ではなかったですが、なかったんですが、まあ、様々なタスクで、えー、テストしてみたら、まあ、 えー、反力が高いと見られました。なんでまあ、文章分類とか、まあトピックモデルみたいなもんですね。とか、えー、パラフレーズ検知とか、意味的類似度計算。まあ、これのことですね。とかで、いろいろ様々なタスクで使ってみたら、す、え、べ、ー、て結構いい、えー、結果が出ました。でまあ、この、えー、二つの文章。 の意味の類似度なんですが、まあ、ここで一つ例を挙げてみます。えー、っと、先ほど紹介したように、えー、単語を入力して、まあ、入力とか単語でク,、えー、クエリして、それに一番近い、えー、単語を、えー、検索しろというような、似たようなものです。で今回は文章を、えー、文章でクエリします。なので、彼はコートの、えー、っと、 上の方、彼はコートの中を探り、さすり、未開封の手紙の存在を確認したというのをスキップソットモデルのエンコーダーに入力して最終的に文章のベクトルを獲得します。そのベクトルに一番近いデータセットがあるんですけどそのデータセットに入っている全文章をベクトル化して で、えっと、それで一番近いベクトルを、えー、検索します。すると、一番近いものだと、えー、ほとんど似ている文章。えー、彼は茶色い封筒の中に折られた紙がある。コートとワイシャツの間に手を入れた。という、かなり似ている文章が、えー、返ってきます。で、まあ、これで、はい。ちょっとボリュームがあるので、この辺で。 質問コーナーということで、一応、まあ、ワードツーベックスキップ、ソートベクターと分散表現の基礎的なところからでも質問があれば、あの、挙手をお願いいたします。あと、ちょっとニコニコの方もコメントあれば、質問をちょっと受け付けたいなと思ってます。えっ、ー、と、ちょっと僕から質問いいですかね。はい あの、スキップソートベクターって、あの、文章から文章を生成するんですけど、科学習すると思うんですけど、どんくらいのデータを与えればあれ、まだ単語から単語ならわかるんですけど、文章から文章って相当たくさんの文章量必要ですよね。まあ、そうですね。えー、まあ、今回は具体的に言うと、えー、ブックコーパスっていう、えー、無料にあげてある、えー、まあ、大量の本が、えー、保存されている、 データセットを使って、えー、数字でいうと確か何十ビリオンだから、えー、っとゼロが9数、えー、で数百億まあそんぐらいな感じですねまあだから、まあ、それなりに結構たくさんデータは必要ですまあでも、えー、たくさん無料なデータセットが上がっているのであただ時間でいうとえー、っと確か1週間ぐらい学習させなくちゃいけなかったという が出ているのでスキップグラムの1日と比べてみると、やっぱり文章になると長いですね。他会場内ありますでしょうか,なんかニコニコからちょっとフランクな、はい、どうやって勉強したかって質問来てるんですけど、なんかその何かベースとなる資料とか、ちょっとここで今、葉で、まで、あ、参考文献、資料を裏に上がってますけど、実際に使った資料は、論文以外、いろいろあったんですけど、 えっとまあ、一つは結構参考になったのは、えー、スタンフォード大学のディープラーニングの NLP っていうコースがあってそれを結構、えー、頼りになったり、えー、YouTube に載っているヒューゴ・ラロシェルさんの、えー、NLP で、えー、ニューラルネットワークで NLP を、えー、使うというコースとかもあったんですけれども、えーまあ、それとかも使ってました。 まあ、確かスタンフォードのコースは確か CS224D っていうコースで、それで検索すると出てくるんですけど、スライドとか読みるので、一応、他質問ございますでしょうか大丈夫そうですかね。じゃあ、次にお願いします。はい、で、えー、っと、まあ次に、エンコーダーデコーダーモデルっていうものを紹介します。 えー、エンコーダーデコーダーモデルっていうものは、えー、ちょっと先ほど紹介したスキップソットを一旦説明していれば、結構簡単なんですけれども、まあ、とにかく入力をベクトル化して、そのベクトル化を、ベクトルを、えー、デコーダーに入力して、えー、また別のものを生成させるっていうものです。なので、例えば、えー、まあ、機械翻訳だと、まあ、文章、 言語 A の文章を、エンコードして、ベクトル化して、で、そのベクトルをデコーダーに入力して、言語 B の文章を生成させるように学習したり、入力は画像の場合、画像を、畳み込みニューラルネットワークに通して、最終的にベクトル化して、そのベクトルを、文章生成の、デコーダーに入力したら、ま、画像から文章の生成とか、できるモデルです。ま、とにかく、とにかく、 何かをベクトル化して、そのベクトルをまた別の形にするというモデルです。で、まあ、エンコーダーなんですけども、まあ、スキップソットのように、えー、入力が文章の場合、RNN 使います。で、まあ、音声はあんまり詳しくないんですけれども、まあ、RNN 使ったりします。で、画像だと、やっぱり畳み込みニューラルネットワーク。で、まあ、映像は、えー、話さないんですけども、えー、 CNN と RNN を合体させたものとか、3DCNN とか使ったりします。で、出力として、まあ大体もう文章なんですけれども、まあ文章の場合 RNN で生成させます。まあ先ほどのような。で、えっと、まあ出力として音声とか画像ができたらいいなと思ったりするんですけれども、これはちょっとえっと、結構難しくて、まだ研究されています。 で、えっ、ー、と、ここで、えー、シーケンスとシー to ス e っていう機械翻訳システムをざっくりと紹介します。えー、っと、まあ、さっきもうちょっと、えー、説明しちゃったんですけれども、えーまあ、ま、あエンコーダー r n n とデコーダー r n n を合体させたものです。なので、えー、っと、例えば英語の文章を入力したら、えー、入力して、 ベクトル化します。そしてそのベクトルを、えー、デコーダー RN に入力して、例えばその英語の文章をから、えー、フランス語の文章を生成させるとかというシステムです。で、まあ結構、えー、単純なモデルなんですけれども、えー、かなり良い、えー、結果が出てたりしてます。えっと、このシーケンスとシーケンスを使ったモデルの、えー、スコア、 まあ、ブルースコアって言うんですけれども、まあ、今回は、えー、高いほど良いという意味です。で、えー、っと、シーケンスとシーケンスだと36.5という、えー、スコアになって、で、同じ、えー、まあ、大会に出ていた、えー、最高のモデルは37という、えー、スコアだったんですけれども、このベストっていうのは結構、えー、っと、手を加えたりしていて、えー、このシーケンスとシーケンスはもう結構、 シンプルなシステムとしてはかなり高いスコアが出ましたちなみにこれはフランス語から英語に翻訳する大会ですで文章から文章を生成するモデルを紹介したんですけれどもでは入力が 画像だとしたらどうなるのか説明します。で、その前に、えー、ちょっと転移学習っていう、トランスファーラーニングっていうものを少し紹介します。えー、まあ転移学習っていうのは、えー、例えば、まあ今使う畳み込みニューラルネットワークなんですけれども、まず、えー、CNN を、えー、一つのタスクで学習させます。なので、例えばこの例だと、えー、動物判別のために、 えー、CNN を使って、えー、学習します。で、えー、別のタスクに使うときに、この CNN を、えー、使い回すことを、えー、まあ、転移学習と言えます。で、使うときに、えー、この CNN の先っぽなんですけれども、この先っぽは、えー、最初の動物判別のためなんで、ここを切ってしまって、まあえー、中間層から別のタスク、 のために使っ,使っちゃうっていうことです。で、えっ、ー、と、それを利用したものが、えー、まあ、Google の省エンテルっていう、えー、ニューラルイメージキャプション、えー、キャプションジェネレーターかなんかっていう、えー、名前なんですけど、NIC っていうものです。で、これは、まあ先ほどちょっとょ、えー、説明したように、画像を CNN に入力してで、その中間層を、その画像のベクトル表現として使います。 で、あとはそのベクトルで、えー、から RNN で文章を生成させます。っていう、まあ結構、これもかなり単純なモデルです。で、このモデルで、えー、っと、まあ Microsoft COCO CO っていう、えー、データセットがあるんですけれども、これでもう1を出しちゃいました。で、他のデータセットでも、えー、もう State of the Art になっちゃいました。 で、まあ、それで、えー、もうイメージキャプショニング終わったんですけれども、じゃあ次は、まあ、ゼロショットラーニングというものを紹介します。で、えー、っと、紹介するために、まずこの、この画像が何かと判断するシナリオがあるとします。で、えー、っと、まあ、ちょっとラベルしなかったんです。こっちが、 単語空間、まあ、ワートゥベックなどを使った、えー、使って構築した単語空間だとします。で、まあ、この画像が何かと、えー、推定するため、えー、例えばこの、えー、画像に空が検知されたとします。なので空はここですね。で、まあ、枝も、えー、入っているので、ここの枝。えー、そして、えーっとまあ、例えばリスっぽいもの。 で最終的にこの画像は何かって推定するときにこの単語空間を使って、まあ、リス、空、枝の間、まあ、モモンガというこういうような推定をするシステムを紹介します。でゼロショットラーニングっていうのは、まあそのまあ、画像認識の場合、まあ、この例ではモモンガって っていうラベルのついた画像を、えー、学習していないなのに、えー、当てるっていうものをゼロショットラーニングと言います。で、えー、っと、今から紹介するモデルは、この、えー、単語空間の意味的情報を利用して、えー、見たことない、えー、クラスを、えー、出力するモデルです。これがデバイスっていう ものですで具体的に言うと、えー、まず先ほどのように、えー、CNN を使って、えー、画像ベクトルを獲得します。そのベクトルから、えー、線形変換させて、えー、単,語単語空間に写像します。この単語空間も w ー r ベ o b e c などを使っています。なので、えー、この枝の入った画像のベクトルを、まあ、枝、 っていう単語ベクトルの近くに写像させます。で、この場合、リスも同じような感じに、M を学習させます。で、そうすると、えー、っと、まあ、可視化するとこんな感じになるんですけれども、まあ、空っていう単語と空の画像のベクトルが近く、えー、なります。で、枝だと枝、リスだとリスという感じに、えー、っと、単語と画像の共通空間、 作ったりしますで、えー、っと、まあ、先ほどのような学習をさせた後に、まあ、テスト時、M っていう行列を使って、えーまあ、例えば、このモモンガの、えー、画像を、えー、何かと、えー、判断するときに、まあ、この画像ベクトルを、えー、獲得して、M で線形変換すると、まあ、理想だと、この モンガっていう単語ベクトルの近くに写像されることです。で、まあ、これが式なんですけれども、まあ、とにかく、対応する画像と単語ベクトルを近くに写像、まあ、えっと、画像ベクトルを対応する単語ベクトルの近くに写像させることを学習させます。で、逆に、関係ない単語と画像を遠く学習させます。 なので、例えば、車の単語ベクトルと、車の画像ベクトルがあるとします。で、まあ、これらは対応するので、まあ、写像するときに、車の画像ベクトルを、車の単語ベクトルの近くに写像するように、線形変換する行列を学習させます。で、逆に関係ないもの、車の画像とバナナの単語ベクトル。 これを遠ざけます。で、このように学習させていくんですが、このメリットっていうのは、まあ先ほどのゼロショットはラーニングに加えて、まあ、今流行りの画像認識っていうのは、まあ、CNN を使って、まあ、よくあるのは1000クラス、イメージネットっていうもので、1000クラスのうちの一つを判定するものです。 でまあ、しかし、まあ、現実だと、まあ、1000クラス以上の、まあ、ものがあるので、えー、この1000を、まあ、拡張するということです。で、まあ、この1000っていうのに加えてこの単語空間を加えることによってこの単語の、えーまあ、語彙を加えるということになります。なので例えば、えー、ワートゥーベックで、えー、語彙数が15.5万だと、えー、これらを,こ,れをこの1000に足す。 ということで、えー、さらにいろいろなものを判定できるということになります。で、えー、っと、まあ、スコアとして、えー、ゼロショットテストデータっていうものがあります。で、ゼロショットテストデータっていうのは、えー、全く学習していないラベルの学習データです。なので、例えば、えー、っと、ま、いろいろ、えー、ラベルのついたが、えー 画像を学習した後に、まあ、例えばえ、マンゴーという単語が、マンゴーの入った、えー、画像は学習していないのに、えー、マンゴーを、えー、識別させようとするということです。で、ここで、えーっと、ちょっと説明しづらいんですけれども、とにかく、えー、この下を下っていくと、えー、この判定し、 識別しないといけないいいいとととけものが増えるいうことですで最終的に下のイメージネット2011年、えー、21K ってあるんですけれども、えー、と1000クラスではなくて2万1000クラスの識別をしないといけないということですでまあここで、えーっとまあ、比較的に1000クラスのみしか識別できないモデルと、えー、比べると良、えー、かったという結果が出てきています で、実際にテストデータをちょっと見てみると、例えば、トップ5の予測なんですが、例えばこの写真だと、ゼロショットラーニングのデバイスのモデルだと、予測はアイピースとかポラロイドとかレンズとか、結構それっぽいなって納得いく予測だと思うんですが、普通の もう、えー、と1000クラスにしか限定されていないモデルだったら、えーまあ、タイプライターとか、えー、CD プレイヤーとか、まあ、あまり、まあ、それっぽくないと思われるラベルしか生成、えー、できないということになりますなのでデバイスの強い点は、まあ、意味的に近い予測ができるということです えー、なので、まあ、画像認識で単語ベクトルを利用することによって、えー、モデルは、えーまあ、視覚だけではなくて、まあ、単語空間を使って意味的情報も考慮できるようになります。その結果、繁、え、華、ーまあ、力を、えー、上げることができます。でただ、これでも、えーっとまあ、線クラスの分類器に比べては良かったんですけれども、まだちょっと、えーっと あまり、やっぱりまだ精度を上げる、えー、べきなので、これからそういう研究が、えー、進んでいくと、えー、幸いです。で、えー、っと、次に、まあ似たような仕組みの、えー、ものです、えー。今回は、えー、っと、まあ、この この青い箱の中の部分は、まあ、デバイスとほとんど同じですというのは、えー、画像を CNN に通してその、えー、画像ベクトルを獲得しますで下の方は、まあ、今回は、えー、単語ではなくて、まあ、文,章文章をエンコードします、まあ、RNA とか使ってでそれで獲得できた文章ベクトルを獲得して、まあ、対応する画像ベクトルと文章ベクトルを近く、えー、写像されるように、えー、変換を学習させます でここにちょっとついているんですけれども、これは、えー、と言語モデルです。なので、まあえーと、先ほどのような文章を生成するデコーダーと考えてもいいです。なので、この,この空間からのベクトルに依存して、えー、入力されて、えー、対応する文章を生成するということです。でこれが、えーとまあ、先ほどの、えー、Google のショーエンテルのような感じなんですけど、これも、えー、そのように。 画像キャプショニングができます。で、ちなみにこの表なんですが、えー、先ほどの、ショーアンテル、えー、には負けてますが、まあ、と、えー、そう、グーのモデルが出る1年前のものなので、まあ、しょうがないです。でただ、それよりもっとすごいと思ったのは、 その共通空間を学習することによって、まあ、マルチモーダル空間ができます。そうすると、先ほどの単語ベクトル同士の演算ができるように、今回はマルチモーダルなので、画像と単語の計算ができるようになります。なので、例えば、まあ、青い車の画像引く青という単語ベクトル、足すレッドの単語ベクトルになると、赤い 画像、赤い車の画像が、えー、返されてきます。とか、まあえー、っと昼の背景の写真引く、えー、昼の単語足す夜の単語だと、えーまあ、夜の背景を持つ、えー、画像が返ってきたり、まあ、結構面白いものができています。でまあ、単語ベクトルもと同じように、えーまあ、類推的なものの関係ができます。 例えば、えー、っと、黄色い車と黄色の単語ベクトルと、えー、っと、緑の、えー、緑の車の、えー、画像と緑の単語ベクトルっていうのは結構似ている、えー、関係性を、えー、持つように学習されていきます。で、えー、っと、まあ、これで、えー、画像空間と単語空間 をつなぎ合わせる手法をちょっと紹介したんですけれども、えー、最初に紹介した、えー、ニューラルストーリーテイラーっていう、えー、まあ画像から物語を生成するモデルの仕組みを少し、えー、説明していきたいと思いますで、えー、実際に GitHub ページがあるんですけれどそれを見ると,、えーっとまあ、4つの要素でを組み合わせて作られていると書いてあります で、その4つの要素っていうと、スキップソートベクトル、先ほど紹介した。で、文章、えー、画像文章共通空間を持つ、えー、モデルっていうのは、えっ、ー、と、今紹介したものです。で、えー、最後は、まあ、RNN でこう、まあ、文章生成の RNN は、えー、もう、えー、話しました。で、最後の、えー、スタイルシフティングっていうやつは、えー、ちょっと後で説明します。 なので、まず最初したのは、スキップソットモデルを学習させたことです。で、えー、っと、その後に、えー、ブックコパスっていうデータセットがあるんですけど、そのブックコパスのデータセットの中に恋愛ジャンルっていう、えー、まあ、ジャンルで分けられているんですけど、えー、恋愛小説の文章をスキップソットモデルに入力して、スキップソットベクトルを獲得します。で、そのベクトルから、えー、 このデコーダー、文章を生成させる RNN を学習させます。というのは、まあ、I love you という文章をスキップソットモデルに入力して、その I love you の単語文章、えー、文章ベクトルを獲得します。でその文章ベクトルからを、えー、デコーダーに入力して、また同じ、えー、入力文章と同じ、えー、文章が生成させるように学習させたりします。 でまあ、そうするとデコーダーが、まあ、恋愛小説っぽい文章を生成するようになります。で次に同時にまた別のところで画像と文章,文章の共通空間を構築させます。これはもうさっきと全く、まあ、全くというかほとんど同じです。なので、まあ、画像は CNN を通して画像ベクトルに獲得し、文章は r n a を通して文章ベクトルを獲得します。 で、これらを線形変換させて共通の、えー、空間に写像させます。で、その写像された、えー、結果を、えー、近くしようと、えー、学習させます。そうすると2つのシステムができるんですが、えーまあ、最初のシステムは、えー、共通空間で画像から一番近いキャプション,キャプションを、えー、返すように、えー 出来返すシステムです。で、二番目のシステムは、えーま、スキップソットベクトルから、ま、恋愛小説っぽい文章を生成する、えー、ランゲージモデルです。で、えー、こうやって、えーま、画像から恋愛小説っぽいテキストを生成させたいんですが、今の感じだと、ま,まず、えー、画像を 共通空間に写像して、それに一番近い文章ベクトルを検索します。で検索したら、まあ、例えば、スマイリング・ビジネス・マン・ウォーキング・ーゲザーっていう文章が獲得されます。でその文章をスキップ・ソット・エンコーダーに通してスキップ・ソット・ベクトルになります。であとは、このスキップ・ソット・ベクトルを恋愛小説・デコーダー。このベクトルを恋愛小説っぽいテキストを生成するもの。 に通そうとするんですが、えー、なかなか、えー、通じないらしいです。というのは、えー、っと、このデコーダーはもう恋愛小説っぽいスキップソットが入力されて、恋愛小説っぽいテキストを生成されるので、この X、この Smiling Business Walking Together っていうのはもう恋愛小説っぽいスキップソットベクトルではなくて、もう普通のキャプションっぽい、えー、ベクトル。 なので、このまま、えー、生成させようとしても、えー、多分ノイズ、えー、が生成させ、えー、生成させられてしまいます。で、えー、それを対処,対処法とし,して、対処法として、えー、っと、X に恋愛小説っぽさっていうのを注入させます。っていうのは、えー、っと、この X、えーま、真面目なキャプションの スキップソートベクトルに、え、キャプションデータセットのスキップソートベクトルの平均を引きます。なので、このキャプションデータセットのベクトルの平均なので、え、これはもう普通の真面目なキャプションっぽさって解釈できると思います。なので、その真面目なキャプションから、その真面目、真面目さ、真面目っぽさを引きます。で、逆にそれに、 恋愛小説データセットのスキップソートベクトルの平均 B を足します。なので、この恋愛小説、恋愛小説から獲得された文章の、まあ、スタイル。なので、恋愛小説っぽさっていうのを足します。でそうすると、えー、この真面目な、えー、スキップソートベクトルが恋愛小説っぽいベクトルが獲得されると、えー、解釈できます。で、これ、えっ、ー、と、 え作った人、えー、このニューラルストーリーテーラーを作った人、えー、キロスさんは、えー、スタイルシフティングと呼んでいます。で、そしたら、やっと、えー、画像から一番近い文章を獲得し、その文章を、えー、スキップソットエンコーダーに通してスキップソットベクトルにします。でそれとその、それで X を獲得するんですけども、えー、今、えー、説明したように、X から えー、真面目な、まあ、キャプションっぽさを引いて、恋愛小説っぽさを足して、それでやっと、この恋愛小説デコーダー,、えー、恋愛小説っぽい文章を生成するモデルに入力できるようになります。そうすると、えー、まあこの、えー、サラリーマンの写真が、から、えー、まあサラリーマンに関した、まあ、恋愛小説っぽい、えー、文章を生成できるようになったりします。で、 これで、まあえー、いろいろ話したんですけれども、まあ、最初は、えー、ワートゥーベックとか、もっと古典的な、えー、SVD とかを説明し、その後にスキップソットベクトルの説明をしました。まあえー、と文章の表現、えー、ベクトル表現というのは、ほ、まあ、他にいろいろ話せなかった章があるんですけれども、まあ、その中のスキップソットベクトルというものを、えーまあ、ちょっと紹介しました。 で、まあ、同時に、えー、画像から転移学、えー、まあ、CNN で転移学習のし、えー、やり方、まあ、結局画像のベクトル表現の獲得法を紹介しました。で、それら、えー、文章のベクトル表現と画像のベクトル表現を獲得し、それらを、えー、共通空間に写像させる方法を、えー、紹介しました。なので、これは、まあ、文章、まあ、言葉と、えー、画像の結合と言えるでしょう。 で、そっから、えー、まあ、えー、RNN 使って恋愛小説っぽいテキストを生成する、えー、まニューラルストーリーテイラーの、えー、仕組みの説明を、えー、ざっくりとしました。で、えー、はい、まあ、これで、えー、今日紹介するアルゴリズムは全部、えー、紹介しました。で、まあ、締めとして、えー、っと、まあ、このテーマで、まな、あ、んだろう。 関連する話っていうのかな、えー、なんですけれども、まあ、結局、今日紹介したのは画像とテキストなんですけれども、まあ、このように、えーまあ、音声、まあ、音とか映像も、まあ、同じ共通空間に写像したら、その空間を概念空間として扱えるのではないかとか、えー、僕はまあ適当に思ったりします。 で、ただ、そういう物事のベクトル表現、まあ概念、概念表現、概念ベクトルを獲得しても、それを何すればいいのかっていうのが、また問題になってきます。で、まあ、それに関しては研究なんですけれども、えー、まあ、えー、ニューラルチューリングマシンとかメモリーネットワークとか、えー、ニューラルリーズナーとか、えー、まあ、ダイナミックメモリーネットワークとか、まあなんか、いろいろなんか研究が行われています。で、まあ、その、 ま、これらは、ま、適切な記憶とか、え、知識を想起して、で、それを、ま、あるタスク、問題解決のために操作する、しようとさせる、え、モデルなんですが、ま、そのように、ま、行動とかプランニング、ま、あるタスクをするために、どういう、え、順序で行動すればいいのかっていうものも、え、課題になって、ま、これは、ま、教科学習とかなんかよく、えー、 聞いたりします。で、まあ、とにかく、ええー、まあ、やるべきことがたくさんある、という、と思います。<laughs> ええー、では、これで終わりです。ありがとうございました。では、会場の方、あるいはニコニコのコメントでも構いませんが、ちょっとコメントというか、まあ、質問を2、3個受け付けようかなと。 今日えっ、ー、とお話ありがとうございました。えっ、ー、とすいませんあのさっきのあの、えー、と画像から赤い赤いのを引いてあの青いた足し,してちょっと、はい、えっと青い船な,なるとかあの辺ちょっとよくわかってなかったんですけれど、はい、あれっていうのは元々のその例えば船の画像とかそういったものをその分散表現で 表わしていて、同じようにその赤とか青も分散表現で表していることで、それでベクトルでその足し引きできるっていうことで、結果的に赤い船になるとか、そういった意味合いってことなんでしょうか。はい。そういうことです。あ、わかりました。あと、すいません。えっと、それともう一つなんですけれど、はい、えっと、今回の、あの、いろいろその、結果的にその有用な結果すごい得られてるとは思うんですけれど、ただこれ結局、あの、 何かその機械が物事を理解しているということとは全く別のなんか統計的な処理で有用な結果が得られているだけという,ふうな理解あの感じもするんですけれどそれともあのそれが実際の人間の処理とも同じようなものなのかそれとも全く別のこれは機械的な統計的な処理に過ぎないのか僕が思うのは、まあ、確かにその単語ベクトルとか で、あの、いろいろ、足し引きして累推できるのはすごいと思うんですけど、確かに、えー、それができても、そういう人間的な、そういう知識表現というか、えーまあ、知能とかにたどり着けたと、たどり着けたとは言えないと思います。なので、ただ、えー、まあ、物事をこういう、まあ、ベクトル化するのは、まあ、出発点として、その、 まあ概念化された物事をどう操作するのかっていうのは、まあ、このこれからの研究で発展があったらいいなとか思ったりします。ただまあ出発点としては、えー、いいんじゃないかなと思ったりします。ありがとうございましたえ。他はございますでしょうか。 いベクトルに表すことによって、えっとまあえー、そのメディアあの、まあ、文章とか画像とか絡みあったりとかするのはなんか後半、ワクワクしたんですけども、もそもそもやっぱりなんか木を見て森を見ずって感じがして、まあ、先ほどの質問にもあったように、ね、あなんか、その、なんか、えっと、 人間の理解とはちょっと違うような感じがしてて、まあ、個人的に感じるのは、あの、人間が、あの、えっと、えー、文章を理解するときは、あの、公文義ができて、その、木ができ、ツリーがありきだと思ってるんですね。なので、その、羅列で前後関係を見るっていうよりも、木ができてっていう方が、その理解により、あの、近づく。 それを例えば、まあ、木をベクトルにできたら同じような手法を使えるかもしれないですけど、まあ、その木を使ったそのマイニングというのができないのかなっていうのが実はその文章を、まあ、木構造とかを使ってベクトル化するっていう章はあって、うんえー、リカーシブニューラルネットはっていうものなんですけど、えー、それは、まあ、今日紹介できなかった章です、うんうん、あなるほどそういうのもある結構いろいろな面白いこともできてますあ,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 ありがとうございます お一つぐらい会場からあれば。ないさそう。じゃあ、えーっと。どうもありがとうございました。えっ、ー、と、ちょっと、言語モデルとまた違うところだと思うんですけど、途中で、えっと、転移学習、トランスファーラーニングのところで、えー、既存の CNN の、えー、特徴量を切り出してきて、でそこを えっと、枝を刈って、途中の特徴量を使うっていうところがありましたけれども、あの、あれで使った CNN のモデルと、あとどこにどういう特徴量がで出てくるのか、それともどこに、えーえー恣意的に、どっかに特徴量を出すことが、途中で、中間層で、え特徴量ど、この特徴量はここに出そうとか、そういうことができるのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど。えっと、というと、その、 えー、CNN の、えーまあ、早いところ、まあ、数、数、かくれ層、数個ぐらい通ったところで切ると、えーまあ、簡単な、えー、パターンとかが、えー、抽出されて、えー、もっと後のところで切り落とすと、もっと抽象的な抽出、えー、特徴が抽出できるっていう、えー、それの,かとの関係し,してることですか。あそうです、あのー つまりどこを取っていくのかっていうのをその特徴量、一番最初は多分ガボールフィルターみたいなと思うんですけど、はい、そこから始まっていってどの層に何が出てるかっていうのをえ分かってないとえダメなのかなと思うんですけど適当に取ってるのかそれともここにはこういう特徴量が出てるからこう使おうと思ってやってるのかどっっちでしょううかっていうあ確かにそうですね。なんか結構その、まあ、とにかく いろいろやってみて一番いいやつを、えー、使おうというアプローチが多いんですけれども確かにそういう、えーまあ、簡単に言うとやっぱりその後の方で切り落とすと、えー、もうちょっとその、えー、事前に学習された、えー、特徴、まあ、特化している特徴が獲得されると思うのでやっぱりその タスク A からタスク B するときに、そのタスク B の内容によって、やっぱりそのどこで切り落とするかっていうのが、やっぱり大事になると思いますね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと時間もしてますので、ちょっとコメントから、はい、ちんすえっと、すいいですか、ニコ生の方から、あのコメントの方から、なんか質問ってまで書いてくれたんで、一応紹介し, <laughs> し,したい。<laughs> 概念をさらに操作する方法について、個人的にはどのようなアプローチに可能性があると思いますか、あんま,あんまり、まあ、あまり質問じゃなかったかもしれないですけど、<laughs> 拾った割にはちょっと微妙な感じだったかもしれないですけど、はい、どうですかね、えーえーまあ、実は、まあ、この、えー、発表の準備、まあ今日からその こ,こ,のこれに関した論文とか、えー、読んだりし,、えー、しようと思うんですけれども、まあ、今のところ、えー、じっくり読んだのがニューラルチューリングマシーンで、まあ、メモリーネットワークもちょっとんなんですけど、えー、僕が思ったのはて、まあ、いうかニューラルチューリングマシーンでも普通に書いてあったんですけれども、まあ、コンピューターのように、えーまあ、なんかメモリースロットがあって、えー、その時に適した、まあ、記憶を想起させるというもののようなものがあったんですけれどもまあ えー、面白いなと思ったりして,、まあ、てその、えー、タスクによって、えーまあ、適切な、えーまあ、記憶というか知識を、えー、想起させるというところから、えー、ちょっと見ていきたいなとか思ったりしていますそれってコンピューター寄りにもっと得意な数列に変換した方がいいとかそういう感じなんですか概念とかをそう、うん、なんかそう話すとやっぱりコンピューター寄りにな,なってしまって、まあ、僕はやっぱり。 あどっちかというと脳,脳の仕組みに似たやつを、えー、みみ見ていきたいなとか思ったりするんですけどとりあえず何してるのかちょっともっと深く見ていきたいですね。はい、ということはそうです、ありがとうございますじゃあこの辺りで質問を終わらせていただいて、まあ、本発表自体はこれで一応終了とさせていただきたいと思います。